はい、よろしくお願いいたします。貝塚と申します。それでは、近くにだけ音を届けられるスピーカーアレイと、近くから届く音だけを聞き取れるマイクアレイについて、順番にご紹介をさせていただきます。まず、スピーカーアレイの概要です。例えば、このような情報端末、液晶ディスプレイなどに本発明のスピーカーアレイを取り付けて使います。スピーカーアレイというのはこのようにスピーカーをずらっと並べた装置のことです。何ができるかと申しますと、近くにだけ音を届けることができます。逆に言うと、遠くには音が漏れにくいということになります。この例ですと、この人がディスプレイを見ている人が近くにいますので、この人には音を届けることができて、で、関係のない人は遠くにいますので、この人には音が漏れずに済むということです。すなわち、パーソナルな音響空間を作ることができます。関連する従来技術とその問題点ということで、自分なりの認識を述べさせていただきます。スピーカーアレイの先行研究は数多くありますが、その多くは音の届く方向の制御に関するものです。本発明のような距離の制御に関するもの、近くにだけ音を届けるとか、そういったものは非常に少ないというのが現状です。少ないながらも先行研究はありますということで、いくつかあるんですけれども、それらの課題を挙げさせていただきますと、例えばある技術では、所定の方向には距離を制御することができるんですけれども、他の方向になってしまうと音が漏れるというような課題があります。あるいは別の技術ですけれども、スピーカーのレイアウトの課題ですね。例えば、円形にですね、ぐるっとスピーカーを並べて、その円内に音を閉じ込めるというような技術がありますが、そうなってきますと、聴取点、つまりその音を聞きたいユーザーは、円の中にいなければいけなくなりますので、それがアプリケーションによっては制約になってしまうかもしれませんということです。これに対して本発明の特徴ですけれども、まず全方向的に音の届く距離を制御することができます。スピーカーの配置は直線上ですので、使いやすいレイアウトです。それと聴取点の距離は自由に設定することができます。例えばアレイから50センチメートル先ですとか、1メートル先ですとか、任意に設定することが可能です。では、このような特徴のスピーカーアレイをどう実現するかという方法論について説明をしたいと思います。基盤となるのが接線法と言われる従来技術です。これは、円弧状の音のビームを作る技術です。右の図ご覧いただきたいんですけれども、横軸が X で、縦軸が Y になっています。すなわち、XY 平面の空間を表しています。スピーカーの絵を描き込んでないんですけれども、この X 軸上にスピーカーが何台もずらっと並んでいることを想像して話を聞いてください。どのようにですね、円弧状のビームを作るかっていうと、これらのスピーカーから出される音と干渉させることによって、赤く描きました円弧状の音のビームを作ることを考えます。作り方ですけれども、円弧状のある点、青い点、ここに書きましたけれども、例えばこの点に注目をしますと、この点を接点とする接線をビーとまっすぐ描きます。で、この青い線、接線と X 軸との交点、ちょうど今、ポインターで指しているところですけれども、ここを接辺と呼びます。やり方としては、この接辺の近くにも何台かのスピーカーが並んでいるわけですけれども、それらのスピーカーの位相を調整することによって、接点、この接点において音を強め合うように持っていきます。言い方を変えると、円弧の一部、この点を描く担当として、この接辺付近の、スピーカーたちに位相を調整して、それを役割を担わせると、そんな考え方になっています。で、あとはそれの繰り返しでして、点をいっぱい打っていけば、円弧になるという考え方ですね。例えば、ここよりも下側の接点で考えますと、幾何学的に接辺は左にシフトすることになりますので、その新たな接辺の近くにある何台かのスピーカーの位相を調整して、新たな接点を描く
で、これを、まあ、スイープさせるというか、まあ、連ねていって一本の円弧を描く。まあ、こんなやり方になっています。で、この接線法なんですけれども、まあ、原理的な課題がありまして、どうしても円の外側にですね、サイドローブ、音漏れが生じやすいという問題がありました。で、この音漏れの影響を緩和するというのが本発明の位置づけになります。どうやるかと申しますと、こちらの図をご覧ください。先ほどのページでは、半円を例にご説明しましたが、円弧の長さは自由に、設定することができます。で、このページでは4分の1の円ですね、四分円を使って説明をいたします。このように、本発明では、2つの円弧を、まあ、対抗させる形でですね、かつこう交わらせる形で、描きます。描く円弧が2つですので、用意するアレイも2つということになっています。で、円弧と円弧を重ね合わせる都合上、アレイ同士の一部が、まあ、オーバーラップする、重ね合わさるようなレイアウトになっています。で、この円弧の交点ですね。二つの円弧の交点を聴取点として使います。その心はと申しますと、単純に、この交点上では、二つの円弧の音圧が同振幅同位相になるので、音量が2倍になるということです。一方で、円弧1の音漏れエリアっていうのは、円弧1の外側って右側になりますので、右側になりますよね、と。で、一方で、円弧2の、音漏れエリア、外側っていうのは左側になりますから、音漏れのエリアは、重なり合ってないんですね。ですから、音漏れの音量は変わらない。ただ、聴取点の音量は2倍になる。まあ、その分ですね、まあ、得をするということですね。音漏れの影響が相対的に緩和される。まあ、こんな、シンプルなアイデアになっています。で、まあ、こういった技術を使うと、まあ、どれだけ音漏れが、まあ、抑えられるのかっていうのを一つ事例で、お示しをしたいと思います。まずは、右側の図をご覧ください。横軸が X、縦軸が Y、単位はメートルになっています。ですので、XY 平面内の空間を表しています。空間中の音の広がりを表しています。カラーバー。がありますけれども、赤いほど音が大きく、青いほど音が小さいという意味になります。この例では、星印の場所ありますけれども、ここの場所を、聴取点としました。Y 座標で言うと、50センチメートル、0.5 メートルの場所を聴取点としています。で、右の図はですね、比較対象になっておりまして、通常のスピーカーの場合、つまり1個の点音源を置いた場合の音の広がりを表しています。どこに置いたかと申しますと、星印の真下の X 軸上、今ちょうど指を指している場所ですね。ここに1つのスピーカー、点音源を置いた場合の音の広がりを表しています。色の分布見ていただくとわかりますように、同心円状に音が広がっています。また、この音源から離れるほど、色がですね、真っ赤っかだったものが黄色っぽくなっていますので、だんだん音が小さくなっているってことがわかります。いわゆる音の距離減衰というものです。そうです。普通のスピーカーでも距離減衰というのはあります。ただ、その減衰の仕方が緩やかなので、音漏れが問題になるということです。一方、左が本発明のスピーカーアレイになります。この例では42個の点音源をずらっと並べました。X 軸上に42個ずらっと並べています。アレイの長さはおよそ 1.7 メートルになっています。星印の場所は右の図と同じです。で、この星印の場所で2つの円弧が交わるようにレイアウトをしています。ですので、このラインが円弧1です。そしてこちらのラインが円弧2ということになります。で、星印で交わっていると。で、左右の図見比べていただくと一目瞭然かと思いますが、まあ、これだけ、音漏れを防げている、音を閉じ込められているということになります。
想定される用途ですけれども、まあ、音を出す機械製品であればいろいろということになるかと思います。鳴らす音の種類別に分類をしてみましたけれども、放置音ですとか警報音、まあ、総称してサイン音と呼ばれますが、まあ、こういったものを鳴らす機器というのはいろいろあるかと思いますし、あるいは音声を鳴らすということであれば、デジタルサイネージ関連等の機器ということになるでしょうし、あるいは音楽も鳴らすということであれば、テレビということになるかと思います。まあ、様々な機械製品に適用できる可能性があると考えております。実用化に向けた課題です。まず一つ目ですが、先ほどの事例では42個のスピーカーを使いました。そしてアレイの長さが1.7メートルほどありました。スピーカー多いなと、アレイ大きいなと思われた方いらっしゃるかなと思います。私もそう思っています。ですので、スピーカーの数を減らしたい、アレイを短くしたい、それがまあ今後の課題ということになります。それができる見込みがあるかですけれども、あると考えています。これは先ほど説明に使った図ですけれども、先ほどは視分円を重ねましたが、何もですね、視分円である必要はないはずなんですよね。もっと短い円弧を2つ重ねても、こう同じような効果が得られるかもしれません。で、円弧が短ければその分、スピーカーは減らすことができますし、それに付随して、アレイも短くなりますので、そういったことを今後検証していきたいと考えています。二つ目ですけれども、これまでの分析では、スピーカーアレイの周りに障害物があるとか、壁があるとか、そういった影響は考慮せずに分析を行ってきました。しかし実際の利用場面では、周囲に人が立っているですとか、まあ、部屋の壁があるとかするわけでして、で、そういったものが存在しますと、そこで音が反射をしたり、解説をしたりしますので、それによって音の閉じ込め効果が、まあ、影響を受ける可能性があるわけです。そういったことの分析を今後行っていきたいと考えています。で、最後3つ目ですけれども、まあ、これは課題というか、今の研究のフェーズを言っていますけれども、これはごく最近、出版した論文でして、まだシミュレーションを行いましたという段階です。ということで、これから実験を行うべく、現在準備を進めているところです。以上、スピーカーアレイのご紹介でした。続きまして、マイクアレイのご紹介です。概要ですけれども、例えば通話機器、スマートフォンですね、書きましたが、まあ、こういったものに本発明のマイクアレイを取り付けて使用します。マイクアレイというのは、このようにいくつかのマイクをずらっと並べた装置のことです。何ができるかと申しますと、近くの音源からの音だけ拾うことができます。逆に言うと、遠くの音源からの音は拾いづらいということです。ですから、この通話をしている人の口元は、まあ、常にマイクの近くにありますので、音声は拾うことができます。一方で、この人の背景には様々な騒音源が存在しうるわけですけれども、得てして遠くにありますので、騒音は拾いづらいということになります。すなわち、通話における音声信号の明瞭度を改善する技術です。従来技術とその問題点ということで、私なりの認識を述べさせていただきます。話としてはスピーカーアレイと似てるんですけれども、マイクアレイの先行研究もですね、音を拾う方向の制御に着目したものが多いです。本発明のように距離の制御、近くの音だけ拾うとか、まあ、そういった研究は数少ないというのが現状です。数は少ないんですが、まあ、いくつか先行研究はありますと。ということで、課題を述べさせていただきますと、ちょっと時間なくなってきましたので、一つ目のポツだけ言及しますが、例えば、マイクの配置が、いささか特殊であるということですね。例えば、休憩にマイクを並べなければならない。そうなってきますと、スマートフォンに搭載するのが、ハードルが高いかもしれませんということです。これに対して本発明の特徴ですけれども、まずマイクの配置は自由です。平面上でも直線上でも構いません。マイクの数、この後事例ご紹介しますけれども、数個あれば十分いい効果を得ることができます。そして3つ目ですけれども、近くの音を拾うと
を申しておりますが、まあ、近くってどれぐらいの距離かということなんですけど、自由に設定することはできません。物理的に距離が決まっています。で、それを一言で言うと、これ、音響学の専門用語なんですが、近距離場、ニアフィールドということになります。で、近距離場がいくつなの、いくつの距離なのっていうのはですね、これ周波数に依存します。ただ、今、音声通話考えてますんで、音声信号の周波数帯で、まあ、ざっくりと言いますと、マイクの表面から数センチメートル、まあ、具体的には2、3センチメートルくらいが目安になると考えています。ですから、マイクから2、3センチメートルのところに、通話する人は口を持っていって喋るということですね。そうすると音声は拾いますと。で、それよりも遠くにある騒音は、まあ、拾いませんということです。このような特徴のマイクアレイ、どのように実現するか、方法論について説明をいたします。まず、設計ステップ、マイクアレイの設計ステップを説明したいと思うんですが、2ステップに分かれております。まず、ステップ1では、マイクではなく、スピーカーアレイを考えます。スピーカーですので、音を出すわけですけれども、放射される音響パワーというものがございます。で、音のパワーには、アクティブなパワーとリアクティブなパワーの2種類あることが知られています。これらのパワーと距離の関係性というのがございまして、それがこちらの図になるんですが、今これスピーカーアレイの絵になっています。で、音を放射しています。で、近距離場と遠距離場がありますけれども、近距離場ではリアクティブなパワーが支配的であるということが知られています。一方で遠距離場ではアクティブなパワーが支配的ということが知られています。であれば、アクティブなパワーに対してリアクティブなパワーの比率をうんと高められれば、それは近距離場が卓越するということですし、すなわち近くにだけ音を届けられるということになるわけです。それを実現するために、この音響パワーの比率を最大化するための、各スピーカーの振幅と位相の決め方ですね。この設計手法を、実は私の過去の研究成果として、提案、考案しております。なんで、その手法にのっとってスピーカーアレイを設計しますと、どういうことができるかということで、次のページに行きます。アレイ信号処理をしますと、スピーカーアレイ、から近距離場にだけ音を届けることができます。遠距離場には音が漏れないということですね。で、この時、赤い絵追加しましたけれども、これ別に耳の絵でもよかったんですけれども、ここではマイクの絵にしましたが、もしですね、マイクを近距離場に置いているとすれば、近距離場には音届いてますんで、当然聞こえるということになります。一方で、遠距離場にマイクを置いたとしますと、ここには、音届いてませんので、聞こえないということになります。つまり、音源と観測点、音源とはスピーカーアレイですね、観測点とはマイクのことです、の間の音の伝わりやすさ、専門用語で言うと音響伝達関数と言いますが、は両者の距離が近いと大きくて、遠いと小さいということになります。ここで、音響学の一般的な定理ですね、相反定理というものを出すんですけど、これどういう定理かと言いますと、音源と観測点の場所を入れ替えても、音の伝わり方は変わらないよという法則があります。で、そこでですね、その先ほどのスピーカーアレイと全く同じアレイ信号処理を行うマイクアレイを用意したとしますと、こういうことが相反定理から言うことができます。先ほどの絵と変わっているのは、スピーカーアレイがマイクアレイに変わりました。で、さっきマイクだったものがスピーカーに変わっています。で、じゃあ、この近距離場に置かれたスピーカーから鳴る音がどうなるかというと、このマイクアレイで、聞くことができます。音を拾うことができます。一方で、遠距離場にスピーカーを置いたとしますと、マイクアレイでは聞こえません。誤解していただきたくないのが、一本一本のマイクでは音を拾ってます。これは普通のスピーカーなので、音届いてますから、
一本一本のマイクでは音を聞こえるんですけれども、今聞こえないと申し上げているのは、マイクアレイの出力信号には遠距離場の音の成分は除去されて含まれていないと、カットできているという意味ですね。まあ、このような原理で近くの音だけを拾うことができます。はい。一つ事例をご紹介したいと思います。右の図ご覧いただきたいと思いますけれども、横軸が X、縦軸のラベルがこっちに書いてありますが Y ですね。単位はメートルです。XY 平面の空間を表しています。で、マイクですので、音を拾う感度ですね。感度レベルの空間的な分布になっています。で、カラーバーがありますけれども、赤いほど感度が高くて、青いほど感度が低いということです。感度が高いというのは、大きく音が聞こえるという意味になります。で、色をですね、ベタって塗りますと見づらい図になってしまったんで、10デシベル間隔の等高線図にしました。で、等高線の色がこのカラーバーの色に対応をしております。右の図、これ比較対象なんですけど、通常のマイク、すなわち一つの計測点を置いた場合の感度分布になっています。マイクどこに置いてるかというと、X イコール0メートル、今指さしているところですね。ここに置きました。で、マイクの場所は動かしません。ここで固定です。そして音源をですね、この XY 平面内、いろんな場所、あらゆる場所を動かしたときに、それぞれの場所の低音源から、音源から出される音がどういう感度で聞こえるか、まあ、どういう大きさで聞こえるかということですね。それをこの等高線が表しているという意味になります。で、ご覧いただく、言っている通りですね、マイクに近いほど色が赤っぽくなってますよね。で、遠くなると遠ざかると黄色になって、もっと遠ざかると緑になってます。つまりどんどん感度は下がっているということになります。これは音の距離減衰があるので、先ほども申しましたが、まあ、こんな形になるわけです。ですが、普通の音の距離減衰っていうのは大したことありません。緩やかな減衰ですので、遠くの音もそれなりに聞こえてしまって、ですから音声通話の明瞭度っていうのが問題になっているというわけです。これに対して左側の図が本発明のマイクアレイになります。この例では5つのマイクを並べました。1.5 センチメートル間隔で5つ並べてますんで、まあ、ギリギリスマートフォンに乗るかなくらいのサイズ感でやっています。X イコール0メートルを中心にして5つのマイクを並べています。図がちっちゃくて恐縮ですけれども、マイクアレイの本当の近くでだけ赤とか黄色の色になっています。そこからちょっと離れますと水色とか青になっていますから、これカラーバー見ていただくと、感度レベルでいうと、まあ、非常に小さい、まあ、ほとんど聞こえないレベルということになります。まあ、このような感じで近くの音だけを拾うことができます。想定される用途です。まあ、携帯電話のほか、まあ、最近テレワーク普及してますけれども、ヘッドセットなどへも適用できる可能性があると考えております。実用化に向けた課題です。一つ目ですけれども、右の図ご覧いただければと思いますが、これ感度レベルの周波数特性になっています。で、色の種類がいくつか、ありますけれども、例えば青い色は、この色分けはですね、マイクに対する音源の距離の別になっていますね。青い線は1センチメートルだけ離れているとか、まあ、そういう意味になります。で、マイクに対して音源が近い方が、まあ、感度レベルが高くなるよと。で、ちょっと離れるだけで感度がガクーンとこう、ガクンガクンとどんどん下がっていくよっていうのは、先ほど等高線図でお示しした通りです。で、この図で、まあ、課題としてですね、申し上げようとしているのは、この周波数特性曲線の傾きです。で、青い線は、まあ、近くの距離の場合ですけれども、近くの場合はですね、ほとんどこう傾きがないんですよね。平坦な周波数特性になっています。しかし、マイクから音源が遠ざかれば遠ざかるほど、まあ、要は下の線になればなるほど、右肩上がりの傾向が顕著になっています。右肩上がりになるということは、低い周波数よりも高い周波数を大きく拾ってしまうということになります。で、一般的にマイクの音質の特性っていうのは、フラットの方が望ましいと
というふうに言われていますので、まあ、距離に応じたイコライザーの必要性があるということになります。まあ、このあたり検証していきたいと考えています。それほど、あ、それと、あ、先ほどのスピーカーレイとも、まあ、似た話ですけれども、障害物や壁が存在する場合の、まあ、マイクアレイの性能への影響というのも今後検証していく予定です。それと、まあ、こちらはですね、やはり僕最近論文出したばっかりですので、シミュレーションを行ったというフェーズです。ですので今、実験に向けて準備を進めているところです。はい、以上、技術のご紹介でした。企業様への期待としては、期待ということですけれども、まあ、連携のスキームとしては、共同研究と特許ライセンス、まあ、どちらもあり得るかなと思いますので、興味ありましたら、まずはコンタクトをいただければ幸いです。関連する特許出願ですが、スピーカーアレイにつきましては、こちらの特許を出願しております。マイクアレイにつきましては、こちらになります。発表は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。